マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオブラザーズシリーズスーパーマリオブロス35スーパーマリオブロス35はアリカが開発しニンテンドーが2020年10月1日から2021年3月31日の期間限定でニンテンドースイッチのニンテンドースイッチオンライン加入者向けソフトとして配信していたオンライン専用ゲームソフト スーパーマリオブラザーズの発売35周年を記念して制作されたキャンペーンソフトである。35周年キャンペーン終了後はそのまま配信、サービスが終了しており、ゲームプレイはできないが、ステータスの確認のみ可能。本作は過去にアリカが開発し、任天堂が発売したテトリス99のシステムを応用する形で生み出された。 ソフト内のスーパーマリオブラザーズはエミュレーションを使用せずに再構築されている。本作は35人で同時にスーパーマリオブラザーズをプレイするバトルロイヤルゲームである。操作や登場キャラクターなど基本的なゲーム内容はオリジナル版に準じている。敵や障害物を避けたり穴に落ちないように注意しながらミスなくプレイを続け最後まで生き残ることがゲームの目的となる。 インターネットを利用するモード。35人が集まりきらなかったり、ゲーム開始前にマッチングした誰かが抜けた場合は、34人以下での対戦となる。ステータス画面には、プレイ記録、倒した敵リスト、最近の結果の3つが見られる。トータルゲームプレイ時間や、スーパーキノコを使った数などの統計を見ることができる。倒した敵の統計を棒グラフで見ることができる。 戦隊を超えると、グラフが赤くなる。過去10試合の順位と個数を見ることができる。また、画面下側には、平均順位も見ることができる。X ボタンを押すことで、個数の結果に切り替わる。バトルで1回優勝することで解放される。それぞれ取ったコインに応じて、E、D、C、B、A、S のランクが付けられる。 イグノの渡辺拓也は、従来のマリオ作品にも、対戦要素はあったが、不毛な展開になりやすかったとし、本作はその課題を上手に解決したと評価している。4gamer.net のジューンパコは、残り人数が、わずかとなった終盤ではミスをしないことが重要となり、パトロワ要素が弱まるとしつつも、ミスできない、緊張感は、なかなかのものだとしている。ありがとうございます。